ラッシュ、プライドという女王は、2013年のアメリカ合衆国、ドイツ合作の電気アクション映画。1976年の F1 世界選手権での、ジェームス・ハントとニキ・ラウダのライバル関係を題材としている。ロン・ハワード監督、ピーター・モーガン脚本、クリス・ヘムズワースがハント、ダニエル・ブリュールがラウダを演じる。2013年9月2日に、ロンドンでプレミア上映され、 さらに第38回トロント国際映画祭で上映された後、9月13日よりイギリスで劇場公開が始まった。日本では2014年2月1.2日に一部劇場にて先行上映の後、7日に公開。日本語版では、キンキキッズの2人が吹き替えを務め、ジェームス・ハント役が、堂本光一、ニキラウダ役が、堂本剛に決まった。 1970年代、毎年二人が事故で死亡する F1 の世界で伝説となった二人のレーサーが存在した。ジェームズ・ハントは野生的思考であり、毎日を人生最後の日のように謳歌する合法なプレイボーイで、感を活かした走りを得意としていたイギリス人。ニキラウダはコンピュータと評される論理的思考であり、レーザーのイメージとはかけ離れた勤勉な男で、 高額の知識を生かして自らマシンを整備する走りを得意としていたオーストリア人。全く正反対の性格の二人はやがてライバル関係となり、たびたびレースで競い合う仲になる。そして1976年、シーズン成績1位を独走するラウダとそれをオウハント。ドイツグランプリのその日は朝から豪雨でニュルブルクリンクの状態が悪かったため、 レースを決行するべきかどうか審議が行われた。ラウダは中止を主張したが、ハントは決行を指示し、最終的に予定通り開催されることとなった。しかし、そのレースでラウダはクラッシュし、生死の境をさまよう重傷を負ってしまう。ハントは彼のクラッシュの原因が自分にあると考えショックを受けるが、その後のラウダが参加できないレースで、ラウダとの差を埋めていく。 一命は取り留めたラウダは病院でその様子を見て奮起し、事故後わずか42日後にレースに復帰する。イギリス、ドイツ、オーストリアでロケが行われた。主にブラックブッシュ空港の飛行場、イングランドのサーキットであるスネッタートン、キャドウエルパーク、ブランズ、ハッチ、ドイツのニュルブルクリンクで撮影された。本作で使用されている F1 マシンは、 1970年代の F1、カーオーナーやドライバーの協力を仰いで集めたものを、脚本のレースシーンに合うように改造したもの。それらを、当時の F1 グランプリドライバーハヘンマスラが、実際に運転している。当初、マシンが接近するシーンは CG にしようと考えていたというロン・ハワード監督だが、最初のテスト撮影で、ドライバーたちのテクニックを目の当たりにして、 考えを変えたという。ハワード監督はその時のことを彼らは接触させることもスピンさせることも追い抜くこともできる危ないことはせずに安全に撮ろうというリラックスした気持ちからこれならすごい映像が撮れる気を抜かずにやろうという気持ちになったと振り返った。当初、ハワード監督はラッセル・クロウをリチャード・バートン役で亀を出演させる構想があった。 当時の F1 ドライバーの一人であるガイ・エドワーズの息子であるシーン・エドワーズがドイツ GP のシーンに手がいのマシンとセーフティーカーのドライバーを務めている。シーンは2013年10月15日のクイーンズランドレースウェイでの事故によって亡くなっている。映画音楽はハンス・ジマーが作曲した。サウンドトラックにはデイブ・エドモンズ、スペンサー・デイビスグループ、マット、シン・リジー、 デビット・ボーイのロック音楽が含まれた。日本では全国629スクリーンで公開され、公開初週土日2日間の成績は、動員65,688人、公衆8、492万600円で、全国映画動員ランキングで4位を記録した。2013年10月2日時点で、ロッテントマトズでは174件の批評家レビューで、 支持率は89%、平均点は7.5、10となっている。メタクレッティックでは44件のレビューで、過重平均値は75、100となっている。ニキラウダは、私がそれを、初めて見た時に感動した。ハリウッド的な変更はなく、非常に正確だ。そして、非常に明らかに私を本当に驚かせたと述べた。ありがとうございます。